お昼時のキッチン、学生カレーね。次々と入る注文に合わせて手際よく料理が盛り付けられていきます。長岡須徳大学の学食です。学生たちが口に運んでいたこのサラダ、実はある工夫が凝らされているんです。長岡市深沢町にあるグリーンズプラント中越です。水菜やルッコラ、リーフレタスなどの葉物野菜をきれいな水とたっぷりの光を使って水耕栽培しています。先月下旬、こちらの会社を訪ねてきた人たちがいました。おはようございます。おはようございます。どうもです。お願いします。お願いします。市内にある福祉事業所ワークセンターのっぺの利用者です。男性がこの日取り掛かったのが、野菜の刈り取り作業です。事業所では精神障害や知的障害などのある人が仕事に就くことを目指して訓練を行っています。こちらのグリーンズプラント中越で商品として出荷するのは野菜の葉の部分ですが、男性が丁寧に刈り取っていたのはその収穫後に残った茎の部分。あ、ちょっと難しいっすね。根っこが入らないように水平に切るのがポイントです。この茎の部分、商品にはならないためこれまでは捨てざるを得ず、ベビーリーフの出荷量が1月 1.5 トンになるのに対し、廃棄処分になる茎はおよそ500キロに上っていたそうです。何かを捨てるっていうのは結構心にくるものがあって、でそれがまあ自分たちが一応丹精して作ったものというのであれば余計に、でそれを少しでも生かしていただけるなら、食べられるのに捨てられてしまう、このもったいないをみんなが喜ぶものに生かしたい、そんな思いで始まったのがランチでの取り組みです。ワークセンターのっぺの利用者も働く長岡須徳大学の学食です。ミックスフライに添える野菜たっぷりのサラダに、水菜の入ったお味噌汁、この日の日替わりランチにふんだんに使われていたのがグリーンズプラント中越で提供してもらった野菜の茎の部分です。茎といっても栄養はバッチリ、ビタミンや食物繊維など豊富な養分を含んでいるそうです。実家になかなか行けないので、こういうふうに手作りの料理を食べれると、栄養バランスが取れる食事が日頃から食べれるので、すごく感謝してます。美味しい思いもしながら環境にこう配慮できているのがとてもいいなって思います。農林水産省によりますと、国内での食品ロスは年間およそ522万トンに上ります。これは国民1人当たりが毎日お茶碗1杯分の食べ物を捨てているのと同じ量です。学生も地域社会の一員として、本来捨てられるものが有効活用できるというのはすごくいいことだと思うんですね。それを食を通じて体験できるというのはすごくいいことだと思います。いろんなそういう食堂であったり、食品を提供する場所でそういうのが広がっていったら、もっとやっぱり食品が無駄にならないし、フードロスもなくなっていくのかなと思うので、そういうのは広がっていくといいなっていうふうに思います。地元の企業と福祉事業所が連携したこの取り組みはちょうど1年前から始まりました。食品ロスを減らすだけでなく、事業所の利用者にとっては自分の能力を生かせる仕事に、そしてやりがいにもつながっているといいます。収穫するときはこう食べる人のどんな姿を想像しながら収穫します？美味しそうに食べてるところだとか、捨てられていたものだったものが
こうやって、皆さんの口に入る、その口に入るまでの過程に利用者さんが携われるっていうことが非常にありがたいと思っています。で、学食のスタッフからも喜ばれる、そのありがとうという言葉をもらえるということが何よりかなと、それがやりがいにつながってくれたらとてもいいことだなというふうに思います。地域が手を取り合って生まれた美味しくて環境に優しい輪、今後の広がりにも期待です。